風邪かな、もしかしてあの病気かな。そんな時の対応法やおすすめのお薬、そして検査の方法など教えるよ。はい、おいさん、大垣かっチャンネルへようこそ。薬剤師 YouTuber のワニコップです。ハルキーです。え、薬剤師 YouTuber？ もういいかな。大垣薬局マジでノーダウト。はい、今回の動画はですね、皆さんがもしかしたら風邪かも、体調悪い、もしかしたらあの病気かもって思った時にどういった対応すればいいのか、どういった行動すればよいのかっていうお話をまず一つさせていただきます。その後に、市販薬でどう対応できるものがあるのか、どういった市販薬だったら対応できるのかっていうお話をさせていただきます。で、最後に、抗原検査キット、抗体検査キットなどいろいろあると思うんですけど、どういったものを選べばいいのかのお話をさせていただきたいと思います。まず風邪の症状についてお話しさせていただきたいと思います、はい、まず喉の痛みや熱、あと頭痛とか、あと総合的にいろんな症状ですね。鼻水とかいや症状がまず出てきます。そうですね。まあでも鼻水だけとかだったら、アレルギー性鼻炎とかも疑われやすいので、まず総合的に判断してもらうのが一番いいかなと思います。風邪の初期症状のような症状が出た場合は、まず最初に、病院に行っていただきたいと思っております。これは厚生省からも案内が出ているんですけども、必ず病院で診断していただくことが重要になります。そしてどういった病院に行けばいいかというと、基本的には内科をお勧めしています。で、内科で診断していただいて、そこで治療をしていただくと、基本的にはですね。ただ、時間がない方とか、病院になかなか行けないという方のために、市販薬とかもあると思うんですけど、そういう市販薬を、今回はご紹介させていただければと思っております。はい、今回紹介する市販薬はこちら、ドン！薬剤師 YouTuber が考えるおすすめ市販薬ガチャーおすすめに変わっちゃいましたねはい、ということでまずですね、熱や頭痛が出た時に、どういったお薬がいいかというと、こちら3種類あるんですけど、成分がアセトアミノフェンというものになります。で、商品名がラックル、タイレノール、リングルになります。こちらの商品だったら、567の症状だったりとか、風邪の時に解熱剤として使えるんじゃないかなと思います。そうですね、アセトアミノフェンだと安全性も高いので、小児とかでも使われているお薬になります。はい、次に紹介する、お薬がこちらのイソジンですね。こちらの商品はですね、殺菌作用とか、ウイルスの消毒作用が強いので、こちらを使っていただくと、症状も緩和される場合もありますし、初期症状だと予防にもつながるので、ぜひともこちらをお勧めしたいなと思っておりまして、ご紹介させていただきました。ちょっと大阪の方でも話題になってましたよねその話はやめとけ、はいはい、甲状腺疾患がある方は合わない場合があるので、現場の薬剤師とか登録販売者に確認するようにしてください。はい、今回はですね、ウイルスの消毒作用とか、細菌の殺菌消毒作用が強い、商品ということでご紹介させていただきました。他にもうがい薬、アズレンが入ったものとかありますので、そういったものも現場の薬剤師さん、登録販売者にご相談していただければと思います。はい、次に紹介する商品がこちら、喉が痛い時に使うお薬ですね、龍角散になります。こちらはかなり効きますよ。なんとですね、中国の方とかはこちらをメインで使われる方も多くて、売り切れる時期もあるぐらいすごい人気な商品ですね。ただ僕使ったんですけど、もう味がちょっと苦いし、この粉っぽいんで、喉の咳込んじゃったりして、すごく使いづらかったりするんですよね、でもこっちの龍角散ダイレクトが出た時は、こっちは顆粒タイプなんで、すごく飲みやすいですし、味もピーチ味になってるんで、すごく飲みやすかったです、他にもまだ違う味もありますけどね、こちらのピーチ味、僕の中で一番おすすめですはい、そしてですね、風邪の初期症状といえば、その症状を緩和したいということで、おすすめの漢方2種類だけご紹介させていただこうかなと思ってます。まずですね、1つ目が葛根湯、もうご存知ですよね皆さん。そしてもう1つが麻黄湯、こちらの商品ですね、メーカー指定してないのはもう皆さんで、お店に行っていただいて、ご確認いただければと思います。商品とあとは、店頭の、薬剤師さん、登録販売師さんに、お話を聞いて、どちらを選べばいいかという話をしていただければと思います。僕のおすすめはですね、どちらかというと麻黄湯ですね、症状の緩和とかもすぐ体感できますし、どちらかというとこちらの方がおすすめかなという認識です。ハルキーさんはどっちがいいですか？どっち使われます？よく僕は葛根湯を使っちゃいますね。それは何ですか？麻黄湯って結構ちょっと体力がある人が使うイメージなんで、僕結構体力ないんで葛根湯とか使っちゃいますね。なるほど。ということで2人とも意見が分かれたんですけど、そういったことも含めてお店で薬剤師さん、登録販売者さんにご確認ください。はい、ということで、以上の商品を、私たち薬剤師 YouTuber からお勧めさせていただきたいと思います。もう必ずですね、病院に行ける方は病院に行っていただいてご対応してください。もしどうしても行けなくて、市販薬で対応したいという場合は今のお薬を試してみてください。はい、じゃあ次にですね、抗原検査キット、抗体検査、こちらの商品を紹介させていただきたいと思います。商品はこちら、ドン。はい、こちらが検査キットなどになります。どういった時に使えばいいのか、どういったことをすれば買えるのかというところをご説明させていただきます。まず厚労省がおすすめしているのは体外診断用医薬品である医療用の抗原検査キットになります。はい、今回はですね、医療用の抗原検査キットの、現物をご紹介することはできないんですけれども、調剤薬局で基本販売しておりますので、そちらでご買い求めしていただければと思います。調剤薬局でご購入の際の注意点なんですが、まずこちら、こちらのフローチャートに沿って、質問させていただきますので、フローチャートを確認していただけると、販売はスムーズかと思います。またですね、在庫がない場合もございますので、事前に、薬局にご確認していただけると、販売がスムーズになるかと思います。次に、研究用の、コロナウイルス抗原検査キットをご紹介させていただきます。こちらはですね、なんと調剤薬局じゃなくても買える商品になってまして、ドラッグストアに販売しています。体外診断用が苦手な方とかは、こちら唾液でやるので、すごく簡単になってるし、負担もかからないので、高齢者の方とか、あと女性、子供さんとかで苦手な方とかにはすごくおすすめかなと思います。こちらの抗体測定はですね、まず自分で採血をして、その採血したものを検査センターに郵送します。で、郵送した検査センターで、測定をして、最後、ウェブ上に公開されるので自分で確認することができます。こういった商品なんですけども、実際に今かかってるかかかってないかは抗原検査キット、もしかしたらかかるかもしれないから、抗体があるのかないのか、強さがどれだけなのかという確認するのには、こちらの抗体測定を選びましょう。はい、ということで、体調が悪い時の、一連の流れをご説明させていただきました。そうですね、もう体調が悪いと思った時は基本的にはもう病院に行ってくださいね。で、それで処方していただいたそのお薬で対応していただくのがベストです。どうしても時間がない時とかに、お薬で対応して少しでもしっかり休みたいという方とかは、こういった市販薬を紹介させていただきましたので、ご対応に使ってみてください。ただ、家族とか同居されている方でもしかしたらかかってるかもって不安な時は、こちらの検査キットなどを使っていただくといいのかなと思いまして、今回ご紹介させていただきました。はい、ということで、ハルキーさん、はい、これからね、また季節の変わり目ということで、こういう風邪症状とか出やすいと思うんですけど、 そうですね、そんな人たちのために、はい、最後に締めの言葉いただいてもいいですか？はい、うん、はい、はい、え、はい、またですか？俺についてこい